と人付き合いの良さで女王を含む多くのものから親しまれたが、その非公式な影響力ゆえにそれ以外のものからは憎まれた。ヴィクトリア女王の寵愛の深さから、彼女と秘密結婚していたという風評がある。ブラウンはジョンブラウンとマーガレットリーズの子としてアバディーンシャーのクラッシーで生まれ、ヴィクトリア女王と夫のアルバート公が1853年に購入した。 バルモラル城の屋外使用人というとなった。アルバートコが1861年に亡くなると、ブラウンは、ビクトリアの個人的な使用人になった。ビクトリアは、ブラウンの奉仕を大いに喜び、メダルを与え、また彼の肖像画と像を作らせた。ビクトリアの子供たちと大臣たちは、彼女がブラウンに示した工具に対して、大いに憤慨した。 そして、ビクトリアとブラウンの間に何か不適当な関係があるという風説が流れたが、それは根拠のあるものではなかった。ブラウンの死後、彼女はインド人の使用人、アブドゥル・カリームを同じように厚くぐるし、ムンシーと呼んだ。なお、カリームは、ジョン・ブラウンと同じ理由で、より激しく憎まれた。ビクトリア女王とジョン・ブラウン、チャールズ・バートン・バーバー、 不適当な関係の噂は、ブラウンの生前から囁かれていた。このことは、最近発見された、当時の政治家、ルイス・ハー・コートの日記に記されている。日記には、女王付き牧師の一人、ノーマン・マクラウド氏がその死に望んでの国会の中で、ジョン・ブラウンとビクトリア女王との結婚を取り仕切った、ことを後悔していたということが書かれている。 この記載が信用できるかどうかについては、今も議論が続いている。ハーコートはマクラウドが死んだ時9歳であり、マクラウドの国会を直接受け取っていないことには、注意する必要がある。しかし、それが、マクラウドの妹から、女王の個人的秘書であったヘンリー・ポンソンビーの妻に、渡り、さらに当時の内務大臣であった、ハーコートの父の手に渡されたのかもしれない。 ハーコートの父は、ブラウンの死の前の3年間だけ、内務大臣として勤めていた。伴侶を失った君主が、使用人と、私的な性関係を持つことがあるというのはよく言われる、ことである。風説はブラウンを、女王との間の子供の父親、女王の夫、または霊媒だったなどとするが、それが真実だという証拠はない。ブラウンについて言えることは、 特にアルバート公の死後に彼女が称賛した男性であったということである。しかし、2006年9月2日のデイリーメールに寄せられたペトロネラ・ワイアットの手記の一節は彼女の父、ウッドロー・ワイアットがその晩年、1980年代にエリザベス王大,大号に会った時のことに言及している。エリザベスはしばしば、ワイアット家の昼食、または夕食に招かれた。 ある時、ビクトリア女王とジョン・ブラウンのことが話題となった。王太郷は、彼らが結婚したことを示唆している文章、ウィンザー城の国王の文書庫で見つけたと述べた。その発見について、どう対処したかを尋ねられて、エリザベスはそれを燃やしたと言ったという。トニー・レンネルは、著書、栄光の最後の日々、ビクトリア女王の死で、ビクトリアが、自らの棺に、 ブラウンの紙和房と写真、それに、ブラウンから女王に捧げられた、ブラウンの母の指輪を奥用人に命じたと書いている。そしてその命令は実行された、とも。ビクトリアが、ブラウンのために作らせた像と、個人的な記念品は、彼女の息子の命令で壊されたか、あるいは捨てられた。彼とブラウンはしばしば衝突した。ジョン・ブラウンは、 赤ワインとスコッチウイスキーを当分に混合したカクテルを発明したと考えられている。それはビクトリアの大好きな飲み物であると言われていた。1997年の映画クイーン、ビクトリア史上の恋はビクトリアとジョーン・ブラウンの愛を描いたフィクションである。ブラウンにビリー・コノリー、ビクトリアにはデーム・ジュディ・ベンチが噴している。 ブラウンは1950年の映画ザ・マッド・ラークにおいて、フィンレイ・カリーによって演じられた。また、舞台劇、ビクトリア・レジーナにも登場する。ありがとうございます。